はい、どうも皆さんこんにちは。今日はもう季節は秋過ぎて冬になりかけている11月なんですけど、この辺で昆虫を観察したいと思います。全然見れないかもしれませんけど、まあ頑張って探したいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。はい、このちっちゃい蝶、シジミ蝶です。ヤマトシジミかなんかなんですけど、なんか夏場見る個体よりもすごくなんか小さいような気がします。もうちょっと夏はもう一回りぐらいでかかったような気がするんですけど、やっぱり寒いからかめちゃくちゃちっちゃいような感じがします。バイバイ。何か黒い幼虫がついてる。なんだろう、何の幼虫、いっぱいついてる。こんなやつです。こんなやつ。これは何だろう、白菜かなんかの葉っぱを食べに来てる幼虫で、何だろう、真っ黒い。もう結構やられてる感じがあって、分かる方がいたらコメントに書いてもらえると嬉しいです。もう11月というのにモンシロチョウがまだいました。結構擦れてなくて綺麗な個体なんで、最近羽化したのかな、もう最後の個体だと思います。まさか11月にチョウがまだ見れるとは。しかもこんな綺麗なのが見れることはあんまりないんじゃないでしょうかね。もう秋も終わって冬になってきているので、まあ元気に生きてもらいましょう。バイバイ。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構11月でもこういうちょっとした植物が咲いているので、小さい生き物だったら見れたので良かったと思います。じゃあ今回はこれで終わりです。コメント高評価よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録もぜひお願いいたします。じゃあバイバイ。